糸崎君雄です。ウィトゲンシュタインの成立しない事柄がマーケティングを成立させるという話をしようと思いますけども、前回ですね、セス・ゴードンという人のマーケティングは嘘を語れという本を紹介しましたけども、今回はですね、それとね、このウィトゲンシュタインの論理哲学論考をね、合わせて考えてみようということなんですよ。で、まあ、そもそもこの、論理哲学論考ですね、冒頭にね、こういうふうに書いてあるんですけども、本書が全体として持つ意義はおおむね次のように要約されよう。およそ語られうることは明晰に語られうる。そして論じ得ないことについて人は沈黙せねばならない。というふうに、前書きですね、それにあるんですけども、しかしね、一方で人っていうのはもっぱら、この論じ得ないことについて論じているんじゃないのかなというふうに思うんですね。例えば今ロシアがウクライナに戦争を仕掛けていますけども、その中でもさまざまな、いわゆる陰謀論みたいのが飛び交っているし、でその陰謀論を否定する意見も飛び交っているわけですよね。で例えばそのウクライナの大統領というのはそのネオナチに加担しているんだと、ウクライナの軍隊にネオナチが結構入ってきているとかね、だからそうするとプーチンの肩を持つとかっていうようなことがあるんですけども、さまざまな意見を聞いてると僕としてはそれぞれ一理あるかなと思うんですけども、でもどれが正しくてどれが間違っているっていうのは、結局その日本に住んでる私たちには分かりようがないわけですよね。だから僕は YouTube なんか中心にしていろんなそういう人の意見はデータとしてね集めていますけども、でも自分としての結論はこの人は正しくてこの人は間違ってるとかね、そういう結論はね出さないんですね。っていうのはそのウィトゲンシュタインが言ってるように、論じ得ないことについては沈黙せねばならないとね、そういうことで私は、結論を出さずに黙っているんですけども、一方で多くの人は自分はこう思ったんだとね、自分はこう思うんだと、自分の意見が正しいんだと、お前は間違ってるっていうようにして、強く言う人が何人かおられるというかね、戦争のことに限らず、みんなそうやって、論じ得ないことについて勝手な妄想を膨らまして好き勝手に語っているわけですよね。で、そういうことをウィトゲンシュタインは批判しているんですけども、一方でマーケティング的に言うと、つまりそのセス・ゴードンの、マーケティングは嘘を語れという本によると、人っていうのは事実は知りたくないんだと、事実っていうのは、結構複雑で面倒くさいしね、それよりも、物語を人々は欲していると、でしかもついつまがあった物語を欲しているんだと、ついつまがあっていない物語というのはこれは詐欺なんですね。つまり宣伝ばっかが派手で豪華なんだけども、実際の商品がしょぼいと、それは、事実として違うっていうよりも物語としてついつまが合っていないということでみんなから批判されるわけですよね。で、有料な商品、売れている商品というのはつじつまがあった物語を提供しているんだと、ね、人は物を買っているようで実は物語を買っているんだと、ね、でもその人自身は物を買った気になっているわけですね。それこそが物語なわけですね。で結局物語って何かっていうと、ウィトゲンシュタイン的に言うと、その論じ得ないこと、本来は沈黙しなければならないような論じ得ないことについて、あれこれ論じながら、物を売りつけるのがマーケティングだと、物を売りつけるっていうかね、物を買ってもらうと、そうしないと人は物を買ってくれないんですよね。で一方でこの論理哲学論考の本文ですね、でそれの冒頭によると、1、世界は成立している事柄の総体である、 1.1、世界は事実の総体であり物の総体ではないというふうに書かれているわけですね。でそうするとこの成立している事柄、あと事実ということを、ウィトゲンシュタインは、非常に問題にするわけですね。これこそが哲学の問題であると、言っているわけですけれども、マーケティング的にはこれはもう正反対なんですね。だから、
マーケティングっていうのは成立していないことから、実際には成立していない物語を、人々に売るんですね。そして、それはまあ事実ではないわけです。さっきも言ったように人は事実を嫌うわけですよね。で、まあ、ここはね、面白いのはね、世界は事実の相対であり物の相対ではないっていうふうにして、言ってるんですけども、だからそれは節合論が言っているマーケティングとも重なることで、マーケティングっていうのは物を売るんじゃないんだと、ね、物語を売るんだということでは、という意味では物の相対ではないっていうのはその通りなんですけども、それの裏付けとして、その哲学とは反対に事実ではないもの、そして成立していないことですね、そういうことを売るんだということなんですよ。だからその節合論のマーケティングは嘘を語れで、一つ例に出していたのはワイングラスを売ってる業者があって、高級なワイングラスなんですね。すごくデザインが良くて、でワイングラスによってワインの味が変わるっていう宣伝をしたんですよ、ね、それで、まあ、そういうマーケティングをして売れたワイングラスがあるんですけども、まあ、実際にそのブラインドテストですね、目隠しテストして、グラスによって本当に味が変わるかっていうと、まあ、それは変わらないというわけなんですよ。だからその厳密に科学的に考えると、そのグラスの形状が違うだけで中身のワインの味が変わるっていうのは、まあ、そんなことありえないわけですね。事実としてありえないわけですね。だからグラスによってワインの味が変わるということは成立しない事柄なんですよね。ところがマーケティング的にはその成立しない事柄であるところの、ワイングラスによって味が変わる、ワインの味が変わるということが非常にこう重要になるわけですね。それが実際にワイングラスをお客さんに買っていただくという、そういう事実を成立させる、ことなんですよ、ね、だからここがね、ねじれてるわけなんですよね。でそういうねじれがなんで発生するかっていうと、つまりその、まあ、物事がこう成立しないとか成立するとかっていうことにはその力が関係するわけですよね。何かが力が加わると何かが成立するわけなんですけども、この力には、物理的な力とそれと人間的な力の2種類があるというふうに私は改めてね気がついたんですね。で物理的な力っていうのは何かっていうと、まさに、その例えばさっきもちょっとこうトラックが向こう走りましたけども、車が走ると、ね、エンジンが走ると、でそれっていうのはその物理法則ですよね。物理法則を取り出して、うまく利用して取り出して、そして車を走らせるという、そういう、事柄を成立させる、そういう事実を成立させると、でそれっていうのはその絶対不変の物理法則ですよね、熱力学とかなんとかってもういろいろあるわけですけども、でそういうものに従っているんだと。でそれっていうのはまさにこの事実ですね。物理法則っていうのは事実なんですよ。魔法ではないですからね、厳密な物理法則があって、それをきちっと、取り出すと、その、まあ、今もこうスマホで映像を映して YouTube で発信していますけども、これだってその魔法の力でね、呪文唱えてやってるわけじゃないですからね、厳密な物理法則にのっとって、こういう現象が成立しているとね、だからここはそのウィトゲンシュタインが言っているように、世界は成立していることからの相対であるっていうことが、まあ、成り立っているわけですね。ところがその人間の力ですね、つまり人間に何か してもらうと、例えばその、まあ、スマホを作ってもらうんだって、工場で人を働いてもらわなきゃいけないわけですね。組み立てにしろ、あとまあ販売業にしろね、ネットで広告作ってもらうにしろ、誰かにやってもらわなきゃいけないんですけども、まあ誰かにお願いしてやってもらう時に、その事実を伝えても人は動いてくれないというんですね。で特にそのマーケティングの場合ですね、マーケティングのっていうのはつまり人に物を買ってもらうわけですね、YouTube だったら YouTube を再生してもらうわけですね。そうやって、人に働きかけると、で人が物を買ってくれると、まあ、お金をくれるんで、それだけこう自分にこうパワーをくれるわけですよね。ドラゴンボールでね、俺の力をみんなに
みんなの力をオラに分けてくれって、でっかい元気玉をこう作ったりしますけども、それってのはだからまあお金のメタファーだとも言えるんですけども、だから大きな会社経営している人っていうのは従業員から、みんなの力をねオラに分けてくれって言ってね、そういうことをしてるんですけども、そのただこう頼むときにね、人を動かすときに頼まなきゃいけないんですけども、その頼み方っていうのがあって、ただその事実を伝えればいいというわけではないわけですね。むしろ事実を伝えてもみんななびいてくれないと、興味持ってくれないと、それよりもその、マーケティング的に言うと嘘を語れと、物語を語るんだと、ね、ワイングラスによってワインの味が違いますよっていう物語ですね、嘘の物語を語るわけですよね。でそれっていうのはウィトゲンシュタイン的に言うと成立していない事柄なんですけども、でもそういうことによって実際にワインを買ってくれるわけですからね。そうするとワイングラスが売れるっていうね、そういう事実が成立するわけですよね。だからまあ僕はだから哲学に入れ込んじゃったっていうのもあって、で商売が全然うまくいかないっていうのは、つまりそのあくまでも事実を、常に事実を語ろうとするわけですね。事実には価値があるんだっつってね、ところが、多くの人は事実には興味がないので、このチャンネルも全然収益化しないんで、だからまあそのやっぱりね、こう物語を語るっていうのもまあ一つセンスなんですよね。そういうセンスを磨かなきゃいけないなというふうにして、まあその哲学的思考、その事実の追求というのも、まあ最初から僕はできたわけではなくて、まあ長い間訓練してきたので、だから今度はその逆の物語を語る訓練をまあしなければならないんですよね。だからその結局それはその哲学を追求した結果なんですけども、まああと生活に追われているっていうこともありますけども、でもそのまあ論理哲学論考もね、一応通しで読んだんですけど、かなり難しい本で、で最初のこの1ページだけをね延々と、考えているんですけども、そういうことによってそのだから世界は成立している事柄の相対で、世界は事実の相対で物の相対ではないというのは確かにその通りだし、人は論じ得ないことについては沈黙しなければならないというのはそうなんですけども、でも結局はその成立しない事柄ですね、沈黙しなければならない事柄ですね、そういうその夢物語ということを語ることによって、マーケティングという事実が、ね、物が売れるという事実が、自分にお金が入ってくるという事実が、ね、成立すると、ね、そういうふうにして世界はねじれているんだと。でなぜねじれているのかというと、結局その世の中の力には、物理的な力と人間的な力があって、物理的な力というのは、まあ、事実に根ざしているわけですね。で一方でその人の力、人を動かす、ね、今大衆社会ですからたくさん人がいるわけですね。でそういう人たちをどういうふうにして動かすかというのが、資本主義でもあるし、それがマーケティングなわけなんですけど、その時には事実っていうね、そういう哲学の理論というのは、一切通用しないというかね、それ真逆なんですよね。だから僕は哲学の方法論を、ぐるっと回ってその真逆の法則に気がついたと、ね、物語を語るんだと、嘘を語るんだと、真実とは真逆なんだと、そうしないと人は動いてくれないとね、まあ遅ればせながらそういうふうなところに気づきましたというお話でありました。